初優勝アレジ、ふるさとアビニョンに堂々の凱旋。アレアレジー、アレアレー、うわー、アレアレジー、アレアレジー、アレアレジー、アレアジー、アレアレジー、アレジー、アレアレジー。ついに男になって戻ってきた英雄を熱狂的な声援で迎えるフランスマニクールサーキット。しかしまた姿を消してしまった気まぐれな女神、アレジ複雑な思い。シューマッハ珍しくグリップの悪さに悩まされ予選2位。反撃開始、ヒル、ポール奪回。さあ気温の方も上がってきた、レッドシグナル、そしてスタート直後、なんと右京、高千穂絡んで両者リタイア。今年は日本人に月がなさすぎる。ルノーの地元フランスということで新スペック RS7B が搭載され、ヒル・シューマッハの争いに拍車がかかる。スタートから飛び出したヒルに猛烈なプレッシャーをかけるシューマッハ。久々の直接対決である。トイをつくか、どうだ、最終コーナー、今ちょっと遠赤、左側のタイヤが乗ったところ、わずかにミスを犯したヒルに対してシューマッハがホームストレートに入ってくるところで仕掛けました。棄権を制して先にピットインしたのはシューマッハ。実はコース上の周回遅れを嫌っての早めのピットインであった。はい、やはり入ります。デーモンヒルも21周目ピットに入ってまいりました。その分だと多分シューマッハも前に出てますね。出ますね、うん、もう前に出てる、もうすでに出ております。え、これでピットアウトしてった時、いや今最終コーナーです。今最終コーナー、さあどちらが早いか。最終コーナーからヒルは今ホームストレート駆け抜けていっている。さあ120キロ制限の中、うーん、ちょっとヒルが出てこない、ヒルが出てこない。その間にシューマッハが1コーナー飛び込んでいきました。スタートで出遅れたアレジ、後方でバドウェルと接触、左手を上げて怒りをあらわにする。そして右手ではカウンターを当てて車を制御するという離れ技を見せる。しかしエキサイトするとアレジは昔のアレジに戻ってしまう。こんな時は得てして表彰台とは無縁なのである。ライバルヒルだけでなく周回遅れの状況まで読み取り戦略を打ち出してくるベネトン。もうこの時点で敵はなし。バックマーカーに手こずるヒルに30秒以上の大差をつけて今シーズン4勝目を手中にした。最終試験に向かいます。この試験、昨日の予選では大きくミスをして2番手というポールポジションを逃したミハイル・シューマッハでありましたが、今チェッカーフラッグトップで受けました。今シーズン4勝目、通算14回目トップでチェッカーを受けました。ルノーの地元での完全勝利、ベネトンクルー、シューマッハ、圧倒的な自信をつけた結果となった。しかしこのフランスでのバトルが2人の対決の大きな分岐点となっている。